はようございます。おはようございます。今日はよろしくお願いします。お願いします。今日から、はい、新しく始まりました番組ですけど、はい、どんな感じでしょうか。どんな感じってどんな感じになったらいいんですか。どうもこんにちは。よろしくお願いします。今日はどんな感じですか。今日はね、この天気ですからちょっと油壺を置くくらいにですね、ちょっとしたものを釣りに行くっていう感じがいいんじゃないかなと思いますね。どんな番組しましょうか。そうね、やっぱりなんとかな、やっぱ大事なのはね、働くことも大事なんだけど、要するにオフってすごい大事じゃないですか。でやっぱね、これからね、例えば定年退職後にさ、ね、何もすることないっていうのもなんか寂しいじゃないですか。だからそういう面では将来ね、自分が、どう過ごしていくかってことを今のうちに少しずつ練習してる感じ。そう、ね、純さん的にどんな番組にしたいとかありますか。そうですね、まあなんかタイトルにもありますけれども、まあ、歩き方っていうか、どんな風に歩いてこられたのかなっていうのがちょっと分かると、自分がこれから一歩一歩たどたどしく歩いていくときにきっと参考になるんじゃないかなって、もうちょっとこうなんかね、力強く歩いていかれるんじゃないかなっていうふうに。でも純さんもいい歩き方したわけですよね。はい、だっていい歩き方をしてきたわけでしょ。一番なんか答えづらい。あれ、ひょっとしてサングラスの人は。こんにちは。こんにちは、倉橋社長ですよね。よろしくお願いします。どうも、はじめまして。よろしくお願いします。よろしくお願いします。城ヶ島と岬の悪親父軍団の第1号佐々木さんです。そうですか。どうも。本業はプロゴルファーですから。よろしくお願いします。漁師ありませんので。あ、そうですか。はい、今度ゴルフもぜひよろしくお願いします。お二人ともサングラスがよくお似合いで、どう考えても普通の人じゃないぞっていう感じがちょっとありますよね。いや、なんかまあ、待ち合わせ場所は待ち合わせ場所なんで、ひょっとしてこんな感じかなと思ったんですけど、はい、一番今間違いのは僕ですよ、ね、革靴ですから。これから釣りに行くのに。ね、まずいよね。普通にセカンドバッグですから。待ち仕様なんですけれど。うわ、確かに今日はもう釣り日和だ。最高でしょ。最高ですよね。だこういう遊びを覚えちゃうとね、他は住めなくなっちゃう。本当にそうですね、だから家すぐそこでしょ、でこれでまあパッと釣り行って、食べたいものだけ釣って帰って。アジとか、いいですね。いやね、僕思ったんですよ、もう本当に若い頃からやっぱり仕事でもうまくいってお金持ちになったら、高級なお店に行ってもう新鮮な魚、そういうのをこう切ってもらって食べる、そうじゃないですね。もう自分で釣る、釣る、そっちはもっと贅沢だし、贅沢、これみんな間違えてんだけどね、金持ちになったらそうしようってみんな思ってんだけど、逆なんですよ。僕貧乏の時から金貯めて一流の料亭とか、ね、未成年の頃から行ってましたからね。そう、だから要するに、あ、大人になりたいな、早くなりたいなと思うから速度が早まるわけだ。だみんな夢ばっか見てるんだよね、普通の人は。あ、夢ばっか見てると夢は夢になっちゃうんだ。そう、死んでも叶わない。だ最初に夢叶えちゃうの。それで継続するってこと。だからもう事業も何でもそうだけど、例えば商売こんなのやりたいな、あんなのやりたいって言う人いるじゃないですか。でもずっとやらないまんま人生終わっちゃうでしょ、ダメない。まずやること、企業するなら企業するって腹くくって企業しなきゃダメだよね。だから僕は大学に行ってないんだよね。で専門学校なんですよ。で学生時代に起業してるわけで、それは何でかっていうと、学生ってさ、
いつでもやり直しが効くじゃん、はい、だから別にさ失敗しても普通に就職すればいいわけじゃないですか。だから学生時代にね起業する気持ちがあったら学生時代に起業することですね、うん、あなんだこの話学生の時聞きたかったな本当にいや今皆さんあれですよ三浦の沖の海の上でコンサルティングレクチャーを受けてますからさあそれでははい乾杯乾杯お疲れ様ですうまいあうまいでしょうまいですね最高ですよ生きてるって感じがする今日はねまだジャグジー入れないけどジャグジーが、ね、ジジーあるんですよね、うん、うん本当はねさっぱりしてからご飯食べた方がいい、うんまあ、今日はね撮影なんであれですけど、はい、やっぱね贅沢ってねあの自分が作り込まないと贅沢ってできないんだよね。だからどういうのが贅沢かって分かんないと贅沢できないじゃないですか。でもやっぱりこう飲んでたりとかゴルフやったりとか釣りやったりとかすると新しい仲間が増えてっていうかそういうところからなんかこう、うん、大人の仲間みたいな増えてきますかね。僕だって、はい、ボートで遊びたくても船酔いが激しくて、はい、ボートに乗れなかったんですよ。最初本当でどうしても遊びたくて、ボートを浮かべて、もう毎朝起きたらボートの中で本を読んで船酔い訓練したんです。それで訓練してて船酔いを克服して、でよしじゃあボートでもシングルプレイヤーになろうって頑張ったんですよ。すごいな。あんまじゃないよね。どう？キリッとしますね。うんこれは最高なんですよ。もうこれね、はい、あのもうお魚に合う日本酒だから、うん、でこれさっき作ってたんですよ。でこれは漁師さんから、ねはい、いただいてたんですよ、でこれさっき の, あの、ね、佐々木さんの友達が釣ってきた、はい、あのマグロで一年中ねこう全部あの魚がここに集まるんで一年中違う種類が食べれるとかこの岬でいいと思う。これ別に僕たちがねこの会社ねあのホテルのオーナーだからこういうことできるんじゃなくて、これ一般の人もね釣ってきた魚もしくは買ってきた魚を持ってくればマイウオプランっていうのでできる。そういうプランがあるんですか。あらだからもう魚釣ってきたら持ち込めばここで食べれる、同じことができる。いただきます、うん、来ましたよマグロ、うん、どうですか。これ冷凍じゃないからね生だから、ま、これはねなかなか食べれないですよ、ということで美味しくいただいて、そして今回のことは大人の歩き方第一歩、話も魚も豊漁だ、いかがでしょうか。完璧ですね。完璧ですね完璧の一言をいただきましたすみませんありがとうございます。ということでまずは第一歩なんですけれども2本目はどんな感じでいきましょうかね。まあ、今度はね、はい、対岸にある岬っていうね下町があるんですよ、はい、でそこをねご案内して、ちょっとね僕たちが作ってる文化をちょっと見ていただきたいなと思うんですね。佐々木さん笑ってらっしゃいますけど知ってらっしゃるんですねそのわけを。いや今回は佐々木さん本当にありがとうございました。ありがとうございます。ぜひまた遊びに来てください。いやこちらこそどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。